以前からずっと気になってた部屋から北朝鮮が見えるホテル、一泊1万円ぐらいするので一生泊まることなんてないんだろうなと思ってたんですが、今回このチャンネルのさらなる発展のため思い切って泊まることにしました。前回の動画では窓から見える北朝鮮の景色を中心に紹介したんですけど、今回の動画では中の様子をもうちょっと詳しく紹介しようと思います。一泊1万円のホテルにはしゃぐドスコイをご覧ください。いや、これ今まで泊まったホテルで一番豪華です。すごい、まさか中国と北朝鮮の国境のところで今までで一番豪華なホテルに泊まるとは。いや、これちょっと本当すごいですよ。これうーわー、そんな登録者数3000何百人の YouTuber が泊まる部屋じゃないですよ。これ1万円ですよ、一泊。すごいでしょ。やっぱ中国まだね、だいぶ物価が上がってるとは言ってもやっぱ地方都市はまだ安いんですよ。でこれね、シャワーと、トイレ。うわーすごい。うわ、これジャグジーか、これジャグジーだな。これジャグジーじゃないの、これ違うかな。まあ、でもなんかこれね、これなんかすごくないですか。ゆったりこうできそうですね。あー、2泊したらよかったな。でも2泊したら2万円するしな、1泊だけなんですよ。いやー、でもこれすごいな。富裕層の方からしたらこんなの、いやいやいや、もう私の家自体がこんな感じだからとか言うんでしょうけど、僕普通の家ですから。家に防音室ありますけど、別にあの金持ちとかじゃないですから。ピアノがそこにあったってだけですから。うわー、すごいよ。でちなみに部屋に置いてあるいろんなもの、その飲むとあのお金がかかるやつは、このお水ですね。これね、あの常温で置いてあるんですよ。これね、中国は結構ね常温で飲むのが好きみたいなんですよね。台湾もそうなんですけど、日本はいつもだいたい冷やすじゃないですか。常温で飲むってなんか病人とかじゃないですか。でもなんかね、中国とか台湾は常温でなんか飲んだりすることが多いらしいです。だから日本に住んでる台湾人とかね、中国人とか、なんか日本は常になんか氷いっぱい入れて飲み物持ってくるから冷たいって思うらしいんですよね。まあそれはちょっと余談なんですけど、まあこれと冷蔵庫の中にこんな、よいしょ、見えるかな、いろいろ入ってます。コーラとか、ちょっと見にくいかもしれないけどね、スプライトとか入ってます。これ1個なんか2、300円すんのかな。ちょっと値段表ちゃんと見てないですけど、まあこれと、あ、でもこの中からこのオレンジボンボンよくわからないけど、これなんかね、ハングル書いてあるから、これ多分韓国だと思います。北朝鮮ではないですよね。うん、さすがにね。それだったらもう最高だけどな。で美味しいし、北朝鮮じゃないと思います。はい、あと、じゃ細かいあの紹介しますね。はい、あとこっち、まあ、これね、自撮りじゃない方がいいのかな、こういう場合。はい、これね、なんか置いてあるんですよ、これ。なんだろう。何これ、コップなのかな、これ。じゃあここに赤い色のジュースかなんか入れて飲めば、ワインでも飲んでるように見えるかな。まあでもな、あのベランダがなかったからな、北朝鮮見ながらそうやってやりたかったんだけど、まあしょうがない。あとこれは、あ、シャンプーとかね、一式ここになんか置いてますね。これ多分封破ったらお金かかるんじゃないかな。38人民元です。日本語で書いてある、日本語も書いてある。600円、700円ぐらいかな。ちょっとあんまりちょっと分かってないけど。はい、あとこれ、この中ですね。はい、これシャワーですね。シャワーの中どんな感じか。はい、まあシャワー自体は普通ですね。これに関してはあのサハリンのあのベルカホテルの方がなんかね、なんか目かあのコンピューターって感じでしたもんね。あれコンピューターっていうか、なんかパーってお湯が開いたり、あの光ったりとかね、あったけど、まあここは普通ですね。でこれシャンプーとかですね。まあこれもどうなんだろう。別に高級ななんかね、ブランドが置いてあるわけではないですね。シンアンドホテルのなんかそういうやつですね。あとまあタオルとかもいっぱいこっち置いてあるしね。あ、これ傘置いてある、すごい。へえ、普通のホテル傘なんかないですよね、安いホテルは。まあそんな感じですね。あとテレビはまあ別に見ないけど、スカイウォースっていうなんか謎のテレビですね。誰かの泊まってる部屋に侵入してるような感じがしますね。やばいな。で、あ、
で、あれこれこのウェルカムフルーツ食べます。これ洗わなくていいよね、ウェルカムフルーツだもんね。まあいいわ、ちょっとそのまま食べます。これは何だ、すもも。うん、あ、おいしいおいしい。やっぱり高級ホテルのウェルカムフルーツとは違うわ。ちなみにバングラデシュで泊まった高級ホテルにもこういうあのウェルカムフルーツ置いてあったんですけど、そっちの方が種類がいっぱいありました。ちょっとそれは負けてますね。まあ、やっぱり向こうはね、発展途上国だから、で発展途上国で高級ホテルに泊まったから、やっぱ格が向こうの方が上なんでしょうね。まあ、ボーイもいたしね。まあそんな感じです。こうライトのおかげで明るく照らされるからすごくいい、読みやすいですね。何これ、落書きいっぱいしてある。これ中国だな、こういうのめっちゃ落書きしてある。これ何、これ落書きめっちゃ落書きしてある。これほら、これとか落書きめっちゃしてある。もうこの辺中国だな。これ全然確認しないんですね、これね。で、ここね、これ。二回心魔、回心ハート。回心ってあの、楽しいですか？あなた、なんだろうな。幸せ？幸せ、ハートみたいな。なんだこの、この、落書きは。ここに泊まるってことはね、中国人だったらそれなりになんか収入のある人だと思うんですけどね。こんな落書きしちゃうんですね。痛意外と硬かった。これうー富裕層でね、僕よくね、他の、まあ、YouTuber さんのねホテルレビューとか全く時々見るんですよ。でそれ見ると、あー綺麗なホテルだな、泊まりたいなとは思うんですけど、まあでもそんな高いお金出してまで泊まる必要はないかなっていうのが正直なところだったんですよね。そのホテルよりももっとその、 行く場所とか、もっと他のことに、食べ物とかね、他のことになんかお金をかけたいなと思ったんですけど、今実際ね、こういう高級ホテルに泊まってみたら考えが変わりました。やっぱり動画で見てるのと実際泊まるのは違うわ。まあ当たり前なんですけど、やっぱりね、動画だとこの画面と音しかないじゃないですか。この空気感とか、まあ匂い、まあ匂いって別にないけど、このね空気感だけでも違います。やっぱりもう狭い、まあ狭いっていうか、普通のホテルだとこれに比べたらやっぱり息苦しい感じはあるし、でも全然それでも大丈夫なんですけど、普通はね、普段は何も思わないんですけど、これと比べるとやっぱり普通の広さのホテルっていうのは息苦しさはやっぱり感じそうですね。また次泊まった時は、僕明日はまた普通のホテル泊まるんですけど、やっぱり実際泊まるとね、ああまたこれ泊まりたいってやっぱり思います。こういう綺麗なところ泊まると、これ見てる人の中でホテルなんてお金あんまかけたくないっていう人結構いると思うんですけど、1回でいいのでこういう高級ホテル泊まってみてください。まあ、国内旅行しかしない人はちょっと難しいかもしれないですけど、海外旅行で、まあ、発展途上国ですよね。まあ、タイはもう発展途上国じゃないか、まあ、微妙なとこだけど、まあ、インドとかね、バングラデシュとかだったら高級ホテルでも、まあ、1万円出したら結構高級のとこ泊まれると思うんですよね。中国の地方都市でこのレベルですからね、インドだったらもっといいとこ泊まれると思うんですよね。一回ね泊まってみてください、海外旅行好きな方。豪華なホテル、価値観変わりますよ。今本当僕変わりましたもん。これから多分ねホテルレビューとかで見たら、ちょっとああここ泊まりたいなってもっと今まで以上に思うと思います。だ逆に言うと、僕これみたいなね YouTuber のホテルレビューだけ見ててもホテルの本当の良さはわからないと思います。なんかすごい上から目線ですけど、今僕この高級ホテルに泊まって20〜30分なんですけど、 20〜30分でこんなこと語り出しちゃうようなレベルですから、このホテルすごいですよ。こういういいホテル泊まると、
ね、30分でね、こんなこと言い始めるようになるんですよ。今ホテルから中心部の方に歩いてるんですけど、来る時は夜だったんですよね。だから北朝鮮側は結構真っ暗だって、まあ、結構というかもう完全に暗闇で何も見えなかったんですよ。でも今昼間、今朝か、今朝になってほら結構ね見えるんですよね、向こう側が。まああんまり肉眼よりちょっとあんま見えてないな。どう見える？見えるかな。なんか向こう側の建物がねよく見えるんですよ。いやー、今回泊まったホテル中心部からちょっと歩くんですよね。30分も歩かないかな。行きはすごく長く感じたけど結構歩くんですよ。行きはその真っ暗だったから、まあ、つまんないというか、逆向こう側の北朝鮮の景色はつまんなかったんですけど、今はね見えるからもう本当国境散歩ですよね。北朝鮮を見ながらずっと歩いていけるから全然苦にならないですね。で今日昼の2時に高速鉄道をまた乗って、次は長春、チャンチョンって言うんですけど、そこに行きます、うん、でそこのホテルに泊まります。